子供に大人の仕事を紹介する動画、ズームインジョブです。今回は、マッサージ師の新井かおるさんです。マッサージ師は、どのような仕事をしているんですか？はい。マッサージ師という仕事は、お客様の体を触っている。今後、マッサージ師という仕事を通じて、やってみたいことや、私は個人でマッサージをしているんですが、ただ、マッサージをしている人はいっぱいいます。なので、マッサージ生き残ることがぶっちゃけ大変なんです。なので、他の人がやっていないような特別なマッサージをしたいと考えています。第2位は、子供たち。さらにこうしていく。ような特別なマッサージを。子供たちに一言お願いします。はい。これがですね、普通の仕事では残れない絶対がやってくれるので、みんなだけの一人一人のオリジナルの仕事を作っていければなと思っております。みんなは一人一人違う人間です。なのでみんなだけの仕事をしていくことによって人生を輝かせていきましょう、ね、ありがとうございました。